算数問題。算数の範囲内で解きたい文章題、おまけ問題付きです。では始めましょう。姉妹がたくさんある飴を大雑把に分けたら、妹は姉の6倍の個数になったので、妹が姉に30個渡したら2人は同じ個数になりました。飴は全部で何個あるでしょう。では解説をします。最初の妹は姉の6倍ということは、2人の比は1対6で、全体は1たす6で7ということです。その後2人が同じ個数になったということは、3.5 対 3.5 になったということで、 3.5-1 イコール 2.5 が30個に相当します。よって上の式が成り立ち、飴は全部で84個となります。おまけ問題です。長方形のプールを A、B、C、D と歩くと46メートル、 D、A、B、C と歩くと41メートル。では A、B、C、D、A と歩くと何メートルでしょう。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、概要欄の URL からご覧になってください。